作業療法学科の永井です。作業療法学科の谷川です。イエイ。私が作業療法士のお仕事について説明します。作業療法の作業とは、食べること、入浴すること、家事、仕事、趣味など人に関わる全ての諸活動のことを言います。病気や怪我、心の病、認知症など様々な要因でその人らしい日常生活を送ることが難しくなった時、作業に焦点を当ててリハビリテーションを行います。例えば体に麻痺が起こり右手が動かしにくくなった方に作業療法を行うとします。作業療法士は食事しやすい方法や字を書きやすくなる方法を伝えて練習をしたり、うまく手が動かせなかったらトレーニングを行います。また手の動かし方がわからなくなってしまった人には、精神面や認知機能面からどうしてできないかを考え、サポートを行います。その人らしい作業ができるように、体と心の問題に作業を使ってサポートするのが作業療法士です。僕からは作業療法学科の特徴について説明します。僕たちはその人らしい生活ができるようにサポートする作業療法士を目指して、川原医療大学校の作業療法学科で学んでいます。川原医療大学校では、医療業界で必要とされているチーム医療を実践的に学ぶことができます。チーム医療とは、一人の患者様に各医療専門職が連携協力し、患者様の治療やケアに取り組むことです。臨床現場と同じように、在学中から多学科学生とカンファレンスを体験できるところに魅力を感じ、入学を決めました。その他にも作業療法学科では時代に即した授業が豊富にあり、近年多発している災害において被災者の生活を支援する災害作業療法や、生活の支援を手段として大切なアイテムである最新機器について学べる授業など、作業療法士としてプラスワンの知識を身につけるところにも魅力を感じました。実習でしか学べないことも多くあると思っていたので、実習時間が他校よりも多かったところも決め手の一つになりました。私は患者さんに寄り添う作業療法士になりたいです。僕はみんなに頼られる作業療法士を目指します。頑張るぞ。川原医療大学校では毎月オープンキャンパスを開催しています。作業療法士に興味がある方はぜひ参加してみてください。待ってます。